英月の儀。そうだ、伊織、君はすでに選ばれた。その左手、甲に浮かぶ印が何よりの証。君は英月の儀に携わる呼び人、マスターの一人となった。英月の儀。先刻、異国の女も言っていた。それは何だ？ひどく大掛かりな手段。七人のマスターが最後の一人まで殺し合う生存競争。君を襲ったユイや顔を隠した男もマスターとなったうつしおの者たちだろう。うつしお？そう、マスターはうつしおの者、我ら常世の者を刃として扱うのだ。我らは英霊、サーヴァントとも言う。かつて死して仮初めの命でうつしおに戻りし者。私と君は仲間同士なのだ。遺憾なことに。呼び人、マスター、サーヴァント、英霊。かつて死して仮初めの命。死人が蘇るものか。何を言ってるんだ。死した者にできることはせいぜい恨みをうめく程度だろう。立って歩き街を砕く亡霊なんて聞いたこともない。亡霊扱いとは肝が据わっているな。英霊とは事の葉の通り英雄英傑の魂だ。少なくとも私はそのように捉えている。先刻の黒い武者は？あれも英霊だ。陰気な女もそうだ、間違いない。生前に英雄として誉れを得たか、死後に英雄として崇め奉られたか、どうあれ英霊、人を超えた者たちだ。ではその力はまじないの類ではなく。この身に備わるものだ。頭から足のつま先まで力はみなぎっている。ここまで言えば分かったろ。ん？君は弱き者なのだ、英霊に比べれば。いや、分からん。分からんなりに飲み込んだ上で、生き残った最後の一組とやらはどうなる？願いが叶う。何？おのが願いが叶うのだ。義によって祀られる英月の力によって、どんな願いも実現する。残った最後の一組がその力を得るという話だ。願いか。うん、願いだ。その様子では興味を抱いたか。貴殿にも願いがあるのかな。ないのか。いや、ある。あるとも。サーヴァントとして召喚に応じた以上、きっと。ただ、物忘れをしてしまったようで。物忘れ。物忘れだ。うん。
嘘をついているようには見えんが。では忘れる程度の願いだったと。うぐ、君はあれだな、真面目な顔をして辛辣だな。正直なだけだ。減らぬ口だ。いや、いい、立ち話はここまでだ。よりねぐらまで案内しろ。まあ、いや、ちょっと待て。俺たちは今後寝食を共にするのか。うん、そうだ。そうか、そうなるのか。ん？何を難しい顔してる。行くぞ。